三春町中心部周辺の空中写真。画像上部中央やや左に、三春駅。丘陵と谷間が連なる一帯のわずかな平地に、旧藩時代から続く街路の残る、三春の城下町が形成されている。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。三春町は、 福島県中通り中部に位置し、田村郡に属する町。福島県のほぼ中央部、阿武熊山系の西蘇に位置し、郡山市の北東に隣接している。町のほとんどが標高300から500メートルの丘陵地で、緩やかな山並みが続いている。気候は内陸性気候で、冬の降雪は少なく、夏もあまり暑くない。 主たる製造工場専門学校高校中学校、小学校三春町の東部一部地域の児童は、田村市立洋田小学校に通学している。これは、明治時代より歴史を有する同小学校の校区が、昭和の大合併などで三春町と旧船引町にまたがった歴史的経緯と、児童の通学の便のためである。かつては、田村郡三春町船引町学校組合立、 ヨ田小学校であったが、2001年に学校組合を解散して、船引町立ヨ田小学校となり、三春町の児童が越境通学する形式となった。双葉郡富岡町が設置する、学校双葉郡桂尾村が設置する学校桜こと、春田大橋三春町のしだれ桜福島桜、有学者、ありがとうございます。